行坂ダムは長野県東千区間群坂村品野川水系西川に建設されたダム。東京電力が水力発電のために建設した高さ19.5メートルの重力式コンクリートダムである。現在の管理者は東京電力リニューアブルパワー。戦後、西川の発電事業を引き継いだ東京電力は季節の水打ちダムを中心として 下流二箇所、上流二箇所に水力発電所を新設する。その最後を締めくくったものが、戦火ダム及び戦火発電所である。1961年、水利権を取得した東京電力は、戦火ダムを完成させ、1964年に戦火発電所の運転を開始。この時、先に完成していた平発電所を、戦火発電所から、 遠隔操作できるようにし、平発電所を無人化させた。1978年には、新州新町に、西川総合制御所が発足し、以来西川の小発電所を一括遠隔操作している。松本市から国道19号を北上し、最初のトンネルとなる池沢トンネルに差し掛かるあたりから、西川の流れが緩やかになる。その先の戦か坂トンネル手前の、 行坂トンネル南交差点で左折すると、行坂ダムの右岸に間もなく到着する。JR 篠野の線、赤品駅から行坂村営バスに乗車し、直近の行坂発電所前バス停まで20分間程度である。上流は松本市や安住野市、塩尻市といった一大都市圏となっているとあって、行坂ダム右岸の発電所取水口には多くのゴミが漂着する。 東京電力は引き上げたゴミを効率的に処理する設備を1992年に設置している。ダム湖にはカモやオシドリといった多くの水鳥が生息している。流れてきた生ゴミも彼らの格好の餌となるようだ。戦ク村は戦クダム湖砂岩に水鳥公園を設け、水鳥たちの観察を容易にした。水鳥公園は戦クダム上流の国道19号。 化粧や交差点から日の橋を渡り、西川砂間を、戦火ダムに向かって進んだ先にある。戦火ダム包みいただき道路は、道幅が非常に狭く、1.5トンの重量制限が、課せられており、徒歩や二輪車、稽古型車でなければ通行できない。ありがとうございます。